前回は天田城に戻って主膳様を助けなければというところで終わったんですよね。まあ家ですやすやだったんですけどね。だってさ、夜だとさ見えづらいしさ、画面刀も預けたかったからさ、なんかいい刀拾えるかもしんないじゃん。というわけで、行ってみましょう。どうせ戦闘あるしな。多分ユーマと一瀬丹が来てるんでしょ、攻め込んでるんでしょ。そこをしんちゃんと一緒に守り抜くみたいな、そういう感じになるといいんだけど。ってもう終わってる、ほぼ終わってる。あ、よかった、まだやってた。どういう経緯で屋根の上行ったんだよ、おかしいだろ。真面目にやるや。うわ、あれ、大加藤に押されてんじゃないのこれ。どうも、牛沢です。え、一人でやんの、え、一人でこの人数やんの。藤森の主力が戻ってくるまでに型をつけるぞ。勘弁してくださいよ。え、まだ戻ってきてないの、俺一旦家帰って寝たんだけど。なんでまだ戻ってきてねえんだよ、あのブサイクとかさ。お、また大山だよ、大山。大山言い過ぎだろ。大加藤、おしゃしゃしゃ、バッタバッタとやってやりますよ。すごいぜ。ほいほい。雑魚は相手じゃないな。なんだよ、俺一旦家帰ったのに。お、なんか強そうなやつがいる。あ、あれ味方か。あ、多分味方だな。この着物着てるやつは。そうだよな。基本的に赤ふんどし。何人倒せばいいなこれ。ちょっと結構な人数倒してんぞ。また大山かよ、いすぎだっつう。何兄弟だよ大山。なんだ、親戚一同みんな大加藤に入ってんのか、この大山家は。うわー、いっぱいいる、まだいっぱいいる。ちょっとほら、またいるよ大山。何なのよ、また小池いるよ。さっきもいたんだ。基本的になんか狭い世界なんだな大加藤って。身内だらけみたいな。で、豪快に小池正明。これもしかしてあれなんじゃねえのか、こんだけ切ってもさ話進まないってことはさ、城の中の方入れってことなんじゃないのか。無視して城の方行ってみっか。こいつら刀を収めて、おら行くぜ。どこだ、ここどこ。よし、こちら。掘ってなんだ、痛い痛い痛い。お、ブサイクいいんじゃん、ブサイク。まあいいや、ブサイクは勝手にここで死んでてもらおう。そんなことより城の中に行かねば。上の方行ったらいるかな、主戦。痛い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 。無視するしかないよね、しょうがないよね。これは多分いちいち戦ってたらキリねえだろう。お、イベント癖。出た。ここから先へは行かせん。そこまでだ。お、これはなんだよ。お主を進ませるわけにはいかぬ。え、お前もなんで。兄じゃ。その肩パッドみたいなの外せや。いや、なったと見せかけたのは。なんだと。マジか。そういうのだったの。桜井家を再興すべし。お前、手よく寝返っただけじゃないの、それって。あ、藤森軍負けそうだわみたいな。すまなかったな。藤森軍負けそうだったから大加藤戻るわみたいな。さ、共に戦おうぞ。マジで言ってんの。いや、俺も実は桜井家に忠心を誓ってた存在なんですよ。やめてください。本当にマジで2対1これ。ねえねえねえ、嘘だろ。
無茶言うなよ。なん味方いないの。修繕助けてよ。とりあえず弱そうな形しか倒すか。絶対形死の方が弱いだろう。こいつから倒した方がいい。形死なら倒せる気がする。でなんとかしんちゃんとは1対1に持ち込まないと。あでもなんかこいつと戦って、うわー死ぬ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 。結構食らってた今。まずいな、戦闘中は腐ったやつ実質使えねえようなもんだからな。卵食う。あ美味しい美味しい美味しい。よしよし、ユーマはやっぱりそんな強くないわけだ、この分だと。もう半分削れてる。うわやばいやばい。なに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 、死んでしまいますよそれ。ちょっとえぐいえぐい。もっと爽やかな攻撃しろよ。マジで死ぬ、マジで死んじゃいますユーマくん。なんでしんちゃん何もしてねえし。おおしんちゃん口だけか。あーもうこういう細かい攻撃連打した方が意外と効くのか。あれも裁かれるもんな。まずい。キノコー、よしキノコ持っててよかった。やめてあのザシュザシュってのやめてよ。これが一番食らうなやっぱり、多分今までの感じだと。あっ危ねえな。うわ倒した倒した倒したぞ。よしちょっとユーマのやつ欲しいな。こうしょうもない槍いいからさ。くらい、あそう当たんなかったか。あわよくばあいつに当たんねえかなって思ったのに。ちょっと待って待って、しんちゃん待ってよ。間髪入れすぎだもんな。おら、うわマジかよ、強すぎだろ。お前もそういうことすんの。あー怖いよ怖いよ。死ぬ死ぬ。あそうだ、おにぎりいっぱいもらったんだった。よかった生きててよかった。よし終わりだ。いやいや強すぎでしょ。おなんかちょいちょい黄色になってるのはあれさばいたみたいなやつなのかな、見切ったみたいなやつなのかな。おいいね、うまいことさばけてる気がする。おいいねこれ。多分相手の攻撃にジャストで R ボタン合わせるみたいなやつだよね、あの黄色くなってんのっていうか。死ぬ死ぬ死ぬ。 R ボタン連打で結構いけるもんだな。アイテム使おう。これだ。60秒間攻撃力が 50% 上昇。これにかける。さあ今までの俺と一緒だと思うなよしんちゃん。くらい、うい助けて。面白い転がり方した。ウスタ気をつけてきな。よしなんかいい勝負だな。おいいぞこれ、いい勝負。うわあちまり回復回復回復。キノコ、ここでキノコですよ。よいしょいいぞ、押してる押してる押してる。今確実に俺が押している。とどめだしんちゃん、裏切り者め。あの世でクイルが良い。やったー、ちまって待って、あーしんちゃんの武器欲しかった。今しんちゃんの武器拾えた、畜生。あーでも強かった。これさすがに最後の戦闘だよね。俺もう残ってないよ気力が。嘘でしょ、ちょっと待って。 あでもしんちゃんの武器拾えるっぽい。これ続くのかよこの状態で。おぼろ好きよ、ゲットだぜ。ちょっと待って、これ投げてユーマのやつもパクってみよう。
これな。あ、これじゃない。これじゃない。これ長えな。赤い槍な、赤い槍。よし、ゲット。あー、強かったぜ。強かったぜ、マジで。しんちゃんのやつ、今は攻撃力とかそこそこあるし。これいいんじゃね？中段。長いの気に入ってるんだけどさ、ダサくの。技表。あ、うわ、うわ、すげえ繋がるな。あ、あの突きまくってた技がこれかな。あ、これ使いてえかも。まあでもとりあえず使い慣れてるダサくを使うか。え、これどっち行けばいいんだっけ。ちょっと、ムシムシ、ムシ。無視にしてられっか、痛い。とにかく、主前様のもとに、急がねば。どうなってるんだろう。チーズ。ああ、びっくりした。なんかいる。そっか、これまだか。これまだか。もうちょっと上か。主前様、ちょっともうこれ構造が悪いよ、この城の。お。なんだ、俺、しんちゃんルートで行けたかと思ったら、おい。ここまで来てたか。こんにちは。お久しぶりです。お前。お面してんのにわかんのか。どうした小娘、これで終わりか。もっとわしを楽しませてみせよ。わしのことも楽しませてください。まずはあいつを倒して、その後はお前だ、藤森修善。そうだそうだ、次はお前だ藤森。あれ、戦う感じ。え、戦うのこれ。土下座、土下座が出ないよ、左下に。土下座させてくださいよ、ここで。いや、ちょっと違うんですよ。うわぁ、問答無用。完全に問答無用。ちょっと待って待って待って。おいおい、もう残ってねえぞ。回復アイテム。腐ったやつなら山ほどあるけどさ。最終的に腐ったやつに頼るしかないよね。あ、でもこれ2対1なのか、修善様と。おっしゃ。やるや、修善。おい、出番だぞ。いやぁ、こっち来る。おい。修善、修善、戦えや。ほら、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 抜けって。ちょちょちょ。俺の代わりに、俺の代わりに修善がやるから。俺の代わりに修善がやるから。ほら、あいつ切られたい放題じゃねえか。役に立たねえな。戦えよ。さあ、行け。戦えや、お前。くっそ、あいつ使えねえな。痛い。痛い。今の結構痛い。ちょっと待って、死んでしまう、これ本当に。これ使い切る勢いだぞ、回復アイテム。これどんだけ使えねえんだよ、藤森主膳。口だけかよ、あの男。まあ、さっきのユーマと、しんちゃんの2対1よりは、まだマシだろ。うん、そんなに強くない感がある。さっきと比べると。出てる、おるるるるる。何その技。そう、本当は倒したくないんだけど、一世段だけなんかひいきして峰打ちにしようか。一世段はひいきしよう。おお、あの桜井兄弟は殺したけど。よし、情け。あ、でもこれじゃ刀もらえないじゃん。ちょ、刀くれ、刀はくれ。おっ。あー、終わっちった。なんか、刀かっこいいのに。一世丹の。なんて強さだ。ユーマの槍いらねえからさ。この世の中で、弱さとは罪。そうだそうだ。俺の弱さを。え、マジでやんの？おい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 。キャー！かわいそうに。なんかどっち側につくみたいな選択肢欲しかったよね。俺は一世丹につくみたいな。お前ごときに倒されるわしではないわ。倒したの俺だよ、ふざけんなよ。何手柄持ってこうとしてんだよ。俺がやったんだよ。わしの背中を預けるに足るものはやはりお前であった。お前調子乗んなよ。桜井家の主力倒したのほとんど俺だぞ。なあ、見よこの戦場を。使徒、そして生徒が交錯する場よ。この先まだまだ血は流れる。国とは民の血の上に築くものだ。
お前はその手を血に濡らし、カバネの上に立つ覚悟はあるか。生意気に二刀流なんだよな、この野郎は。わしと共に天下を取るか。天下を取るのは俺だ。ぶっ殺す。何笑ってんのよ。本当に殺すぞ。なるほど、うつけだとは思うていたが、ここまでの大うつけであったとはな。せやろ、わしの目が曇っておったか。だがやるのか。天下を狙う大うつけはわし一人でよい。やべ、やめときゃよかった。わしの器にお前を飲み込んで。おい、もう回復アイテムねえぞ。やめときゃよかったかもしんない。しまった、調子ぶっこいた。あ、もう身内の必要ねえよ、こんなやつ。ちょ、死ぬ死ぬ死ぬ。お、これ死ぬ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 。ちょ、お、やばい、おにぎりも干物もなんかもうほとんどない。干物2つ買って。ちょ、マジで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 。おら、やばい、これ結構強いんじゃねえか、ひょっとして。弱いわけないもんな、普通に考えて。ちょ、待ってよ。クソ、さっき見てただけのくせに。体力温存しやがって。こっちはもうヘロヘロなんだよ。兄弟倒してさ、ツセタン倒してさ、フラフラなんだよ、こっちはよ。クソ、許さねえ。腹立つわ、こいつ。しかし、こいつを倒せばもう俺の天下よ。この土地は。天下を取るのは私一人でよい。おにぎり、おにぎり。やばい、もう腐ったのしかない。おい、もう腐ったのしかねえぞ。やるか、やるしかねえよな。勝てる、勝てる、勝てる。勝てるよ、結構。いいよ、いいよ、結構押してんじゃん。そんなに強くない気がする。なんかしんちゃんの方が強かった気がするんだよ、ね、やばい、まずい。お、見切った、かっこいい。こんなになるんだ。見切るとどうなんだっけ。説明書見たけど忘れちった。とりあえず倒そう。とりあえず倒してから考えよう。まずは、いや、これまずいよね。使うしかないよね。分かった、使えばいいんでしょ。腐ったおにぎり。防御力30秒間減少。2、3個使うか。よしよしよし。とりあえず30秒ってすぐでしょ、案外。あ、言うほどダメージ食らわねえじゃん。大丈夫大丈夫、いけるいける。攻めまくるのみ。あいつに攻撃させないぐらい攻め込めばいいだけの話よ。倒せ倒せ。怖い、あぶねえ。なんかあれだな、あいつの刀欲しいんだよな。でもユーマのこんなやりいらねえから、とりあえず今のうちに、ああ、置いとくてえな。よし、倒したらすぐ刀拾わないと間に合わなそう。すぐ行くと思っちゃった。よし、道具の効果切れた。よし、ええぞ、倒したー。ええー、あ、違う違う違う。あ、よし、ユーマのやつじゃない。これじゃない。これじゃないの。これじゃなくて、修繕セーバー。よし、あ、じゃあ、はっ、はっ、あ、よっしゃ。あ、そっか、あいつ、あ、すげえハフハフしちゃった。あいつ、そっか、刀2本持ってたけど、それ、二刀流で一つの扱いじゃないんだ。二つ拾えないんだ。あ、しんちゃんのも欲しいしな。まあ、いっか、とりあえず今回は。やったぜ。あ、なんかある。ふぅ、あー、しんどかった。これでわしの天下よ。見事、お前ならば、あるいは信長を倒せるかもしれん。このわしを超え、見事天下を取ってみせるか。大物ぶってんじゃねえぞ。ことの行く末、地獄で見ておるぞ。
俺が刀一本奪ったはずなんですけどね。わあ、終わったか。シャキン。大殿。私が大殿だ。口の利き方気をつけろや。噛んだわ。まさか貴様が大殿を。パンスト取っていいんだぞ。ならば。おい、めんどくせえぞ。やめろよ。待たせ、ん？乱世の覇者たる資格を持つ歴戦の強者なり。クズ。この霧江正嗣、お役に立ちますぞ。俺に負けないクズだな。なりとぞ、よしなり。大殿。逸材だわ。急転直下の暗殺劇。お、藤森主膳が義州天名を平定するかに見えたその一瞬、名もなき侍が天名統一を宣言する。お、子が親を殺し、家臣が主君になり変わるは戦国の世の常だが、そうして成り上がった者に支配者としての器があるかどうかはまた別の問題。おい、そういうこと言うなよ。主膳御子との知らせを聞いた織田信長は直ちに義州天名に進軍。え、マジで？瞬く間にかの地を制圧。おい、そして地図の上から消えた天名という地名とともに城主となった侍も消えた。待てや、こら、俺何のために天下取ったんだよ。じゃあこれを天名の一日天下と呼んだの。俺一日天下なの？俺一日だけだったの？嘘でしょ？俺あんな人を繰り広げたのに、桜井家の兄弟と一世主膳とあんなに苦労したのに。終わったくせえ。マジかよ。なんかこ、誰一人幸せになってねえじゃん。なんか誰も幸せになってないよ、このエンディング。主要人物死にまくって、で主人公ですらこう一日しか天下に立てなかったみたいな。終わってしまった。マジで言ってんの？サムライド3実況プレイでした。初めて見る方にも、まあどんなゲームかは分かっていただけたでしょうか。マルチエンディングですね。エンディングはかなりたくさんあるはず、10個以上あるはず。2の時も10個以上はあったんで、だからこれが、まあ、最後の選択肢で主膳を倒すのじゃなくて主膳の下につく方を選んでたら、またエンディングの形も変わってただろうし、まあ分岐点は山ほどあったと思いますね。しんちゃんのルートで行くと思ったんだけどな。しんちゃん殺さめになっちゃったもんな。まあでもうまいことしんちゃんの味方になって、こうしんちゃん、ユーマ、こう一瀬丹とかと一緒にあの主膳を倒すみたいなルートも多分あったんだろうね。きっとあったんだろうね。あったんだろうけどな。なんであんなしょうもないルートに行っちゃったのかな。わかんねえな。ほんとわかんねえな。というわけで、もうマルチエンディングなんでね、周回プレイを前提としてるとこはあるんですよ。まあ、今回はシナリオに集中するために難易度優しいでねプレイしましたけど、普通でやったらもっと難しいので、刀とかももっとね鍛えていく必要があったりとか、周回プレイすることで見えてくることがいっぱいあると思うので、僕の実況プレイはここで終わりなんですけど、あとは皆さん各自楽しんでいただければなぁと。どうよ、この綺麗な終わり方。うん、でも本当にそう思うわ。これはもうね、まあエンディング何種類もあるんだし、興味持った人は自分でプレイとかしたらいいんじゃないかなとは思いますね。もしかしたら
2周目やってよとかいう人もいるかもしれないですけど、まあ、どうせ全部のエンディングとか無理なんだしね、そんなにはできないから、もう1周で今回はまあ終わっとこうかなと思います。あとはもう個人的に楽しむわ。いや面白いね、サムライドシリーズ4まで出てるんだけど、この動画やってる時点で4も楽しみだな。まだプレイしてないんだけど、もちろんサムライドシリーズはね、僕本当にこれは長寿シリーズになってほしいなと思いますね。面白いもん。いやスパイクさんありがとうございました。あ、なんか出た微妙微妙にも程があるんだろ非道回数で減点とかされんの？え、非道って、あれ減点なんだ。なるほどね。嘘でしょ。そんなバカな。なんてことだ。なんてことだ。うわ、すっごい詳細なデータ出んだね。男性衝突とかさ。なんで蘭姫衝突って。あ、伴侶に好かれる。あ、これ結局やってなかったな。これもまあ見せたかった要素ではあるんだけど、全然気にして生きてこなかったね。廃棄物。あ、コレクターってのは何なんだろう。いっぱい拾ったから、なんかおにぎりとかそういうの、そういうのなんだろうなおい、こういうのカウントすんなよこういうのカウントすんじゃねえよ。土下座と同じ回数じゃねえか収束するもんなんですね。はあ、なるほどなるほど。必殺ってやってねえな、そういえば。まあ、武器あ、武器じゃない。攻撃見切ってからできるやつだっけな。まあ、いいわ。まあ、見せてない要素ね。もう山ほどあんだろうね。まあ、ただ一周ぐらいのプレイじゃ。なるほど。いや、本当に楽しませていただきました。では、さようなら。